ですえー、本日2020年4月の24日金曜日の夜ですねえー、7時過ぎ頃にまあばばっと情報を強いでちょっとやろうと思ってたことを後回しにして今日は最近のねえっ、ー、とハロープロおまけチャンネルでは主流になりつつある自撮りアカペラについてお話し 案内していこうということで今日は「ダンバラルルのジ路この解説のみの動画を作ってみたいと思っておりますまあ面白いかどうかはあなた次第いっちゃいましょうジ路そもそもえっ、ー、と2016年ですかねあれね W2O の時期に要は5人時代のジュースジュースでディスクにならないなんつうの 棚上げされた曲だったのが長かったんですよ確かそれで翌年かなんかにえっ、ー、とネット配信だけだったかなネットシングルだったのかななんかそんなリリースな曲でいずれにしろ「ダンパラルル」が入る前にジュ、えースジュースのオリジナルとして作られていた曲です、えー、と作詞は確か児玉アメコさんでちょっと作曲とか撮る前にメモっときゃよかったけど <laughs> 調べるのめんどくさいからそのままにします調べてくださいあリンクに貼っときますえっ、ー、とそんな感じで、えー、作られた曲がジ「十ーロということでございますさあじゃあこのアカペラバージョンどんな感じなのかというとこいきましょうか、まあ、前編もう自撮り自撮りアカペラのやつですよねあの山崎ユハネもねゆハネもやおしゃれなんていうのやってましたけど あの時もおしゃれだけで撮ろうかと思ったんですけどそこちょっと出遅れたんでね今度気をつけて見とくようにしますよ。<laughs> 誰も気にしてないだろうけどでは <laughs> 続きましょう。えっ、ー、とね「るるちゃん」これ当たり前ですけどオリジナルバージョンは5人のジュースが歌ってるんですよね。それで本人が入ったバージョンだとサビ前のところの歌詞も貼っとくここ歌ってたっていうあのサビ前のところを本人が歌ってるだけだったはずなんだよね。 でこのルルのいいところというのを話しましょうかルルのいいところはもうねこれジュースジュースのパフォーマンスの中では意外とそれを曲中にドドッとやらせてもらってる曲の方が少ない気がするんですよちょっとクールだったりかっこよかったりするパートもらいがちって言うんですかねあとパワーを表現するとこっていうんですか 声に腰がありますからね腰があって響かせてうん何でもできるっていう子なんでねそういうことなんだと思うんですけど役割がねでも自撮りアカペラなんていうとんかアイドルの原点ってどこかなと思ったら笑顔で楽しそうに歌を表現してくれるっていうのは シンプルだけどベストなんですよねであともうルルはリズムはわざとちょっと突っ込ませたりなんかしてるのかもしれないけど段階的にねサビのとこなんかちょっと突っ込ませ気味なんですけどもう表,表現力がありますよ、ねまあ歌はもう皆まで言わなくても歌えるこう上位から何位なんだぐらいですよ。まあ、先日高木紗友希の ね、バースデーに囲つけて才木特集をして彼女をナンバーワンと言いましたけどこれはねピッチャーと打者ぐらい違うんでナンバーワンの付け方が難しいんですけどルールもあるる意味ではナンンバーワとと言えるとこありありりまますすよよたくさんありますよでこのナンバーワンどこなのかっていうところは来月彼女は誕生日を迎えますのでダンバラルル特集みたいなのをこの動画 作りますからもう是非チャンネル登録もこれで見た人はしといてほしいんですけれども「ダンバラルール」の歌唱のいいところっていうのはもう伏線になるとこういうアカペラで聞こえるんですよ伏線になるけどね。何だろうね曲になじませる自分のもう声っていうのはあるんですよね。全く別な曲で言ったらそれこそ研修生のね、あのー、実力診断の時に歌った 曲、まあ、それネット上で、ね、拾えますからねまあ、それもじゃあ貼っときますかもう針紙みたいな感じですけどねなんでこの「ダンバラルール」この段階で、えー、話してみようかと思ったら5人時代のジュースとというう話を僕実はしようと思ってたんですで、5人時代のジュースの話をするには2015年がちょうどいいよなと思ってたんですねでまあまあこの曲は16年の確かリリースだったとリリースじゃねえや16年発表で「 17年リリースだったのかなそれで18年のうなます収録なんですよ。ねえだから長い間なんか寝かされて結果意味が変わっちゃった歌なんですけどそれをいやレコーディングする時には意味が変わっちゃったってことねそれをルルがなんか笑顔で歌ってるっていうのがゴールデンウィーク開け,けるというか始まるタイミングですよね。この始まるタイミングに おまけチャンネル最近ね加速してますからまあ僕はアカペラバージョンを上げてもらうのはもうちょっといろんなこう試させても面白いかなと思いますこれは何でかって理由3つ言いましょうアカペラバージョンまず1つ目これね歌唱力がいるように聞こえるじゃないですか歌唱力なくたっていいんですよ楽しいんですよそこなんでかと言ったらもう歌手としてハロメンっていうのはもう 認めてるわけですねどんな技術であろうが受,受け手としては特に僕はそうなのかもしれないですけどソロの歌声が聞くチャンスに飢えてる派なんすよなのでバースデーイベントなんか率先していくわけですけどね国尾さん祝い過ぎですよとよくやりますけどい祝いは過ぎたっていいんですでそういうところが見れるなのでアカペラ推奨してほしいのが一つで2つ目 多分ですけど今の機材この僕撮ってるのもこれ iPhone11 なんですけど今の機材って携帯電話でかなりいい音拾いますよねそれはズームのやつでも思いましたしこれのレベルで自分を確認していくっていうのは実は自粛期間っていうのを生かせるんじゃないですかねっていうもうなんかそういう気持ちになってますまあ単純にね 失敗例まずかったな例はあまり聞いていないっていうのもあるでしょうねここが理由2つ目ですよぜひ、まあ、やるべきという。で3つ目こういうのを繰り返していって僕はソロで歌う機会ソロパートの機会っていうのをもう一回見つめ直してもらったらいいのかななんて思うんですね。動画が好評であったりとかそこのトライっていう過程で気づいたこととかで歌割りとかも変わってくるかもしれませんし。 ここから見出せるる新たな曲っていううのもあるでしょうなあ僕はアイドルハロープロというのは一番は歌手としての彼女たちのファンなのでここというのになんかフロントに訴えかけられる無料アピール PR みたいになるだろうと思うんでどうやって人生されてるか分かりませんよ歌えるからお前やれなのかあ私やりますなのか分からないですけど、まあ、できれば挙手できるメンバーの方々はガンガン挙手して。 少々不得意だっていいじゃないですかねえ関係ないもん <laughs> そういうのを見せてくれる機会になったらいいなぁなんて思いましてこの「おまけチャンネル」コーナーは特にいいなと思いましたさあじゃあダンバラルーちゃんの話に戻りましょう浄炉の表現としてはねもうダンバラルーちゃん一人でやってると最初の5人っていう物語と全然違うし うん、16年17年の時の意味合いっていうのもまた全部違ったと思うんですね特に18年のリリースの時には全然違ったっていう話ですよで先ほどの話全部総合したらダンバラルーちゃんが歌うバージョンっていうのがすごくジュースジュースの物語をうまーく整えるんですねダンバラルーちゃんどういう子かジュースジュースが5人編成じゃなくなった時の純粋培養1期生ですよ <laughs> 2期でいいんだろうけど ね、で歌ハローの中でね高木さゆきとタイプ違う方でさっきピッチャーとバッターと言いましたけど、ね、どっちを打者にするかどっちをピッチャーにするか難しいんですけど両方例えられるからね。さゆきの場合がもし強打者だったらルルの場合はまあ好投する投手なんだろうしさゆきを上原のようなコントロール聞くピッチャーとするんだったら。 ルルは右にも左にも打てる広角打法できる打者それでスイッチヒッターみたいなこともできるし足も速いしみたいななんかあとサインプレイもできるしみたいな子なんですよねこれどっちかっていうのがすごく整理しづらいですけど僕はダンバラルルーちゃんみたいなタイプがハロプロにいてよく当時モーニング娘入ったらってこと言われてたんですよでも僕もそんなこと思ってたんです でもジュースジュースに来てくれて入ってくれてよかったなっていうところを改めて確認するのはこういう浄瑠みたいな曲っていうのを歌い継ぐ形っていうのがダンバラルーがやるとななんんか綺麗なんですよね。あとアイドルの基本である笑顔っていうところ本人のだから顔とかルックス全部のことを好き嫌いいろいろ言う人いるんですよで分かるんですよ でも素材は素材それ以上のものっていうの出してくれてるっていうのは誰なのかって申し上げますと僕はジュースジュースのダンバルルルちゃん相当上位なんじゃないかなと思ってます僕研修生の頃ねちょっと顔目つきが怖くて意地意地が悪いような女の子に見えていたところがちょっとあったんですよでもこれはもう全然自分で反省しなきゃいけなくて本人のブログであったりとか ジュースジュースの活動とか見ていたらねもうトップレベルに可愛いでっすねでそんなことを今日なんか確認してしまったのでとっさに段原ルールを喋ってみようなんて思って撮ってみましたフライデーナイトです、えー、時間もある方々おまけチャンネルここでドドド,ドと見てみて美容の話も近々行いますからクニオチャンネルにつなげていただけたら嬉しいのでチャンネル登録もしながらお付き合いください では、そんな感じで国をでした。良い週末を。